ヒルヘッドのジェンキンス男子シャクロイ・ハリス・ジェンキンスはイギリスの政治家。労働党選出の庶民委員議員で1960年代から1970年代にかけて閣僚を務めた後、1977年から1981年には欧州委員会委員長となった。1981年にはギャング・オブ・フォーと呼ばれた自らを含む4人で社会民主党を結成した。 またジェンキンスは文筆家としても特に電気の著者としての優れた才能を持っていた。ジェンキンスはウェールズ南東部モンマスシャーのアベルシーハンで鉱山労働者組合職員だったアーサー・ジェンキンスの息子として生まれた。アーサーは1926年のゼネラルストライキでの暴動に加担した権威が向けられ無実であるにもかかわらず投獄され、後に 庶民院議員クレメント・アトリーの政務秘書官を務め、1945年の労働党政権では短期ながらも閣僚となった。母、ハティ・ハリスは、鉄工所の支配人の娘であった。ジェンキンスは、アバーサキン・コンプリヘンシブ・スクール、カーディフ大学、オックスフォード大学ベリオール・カレッジで学び、またオックスフォードでは、オックスフォードユニオン会長選挙で二度敗れたものの、 公共哲学、政治経済学において最上級の成績を収めた。また、大学時代の同期には、アンソニー・クロスランド、デニス・ヒーリー、エドワード・ヒースがおり、ヒーリーとはそれまで特に近いわけではなかったが、親しい関係を築いていった。第二次世界大戦中は、王立砲兵部隊に従軍し、ブレッチリー・パークでは、大尉の階級が与えられた。ジェンキンスは、 対戦末期の1945年1月20日に、ジェニファー・モリスと結婚している。1945年の総選挙では、ウェストミッドランズ州のソリハル選挙区から立候補して、落選したが、1948年の、クレーター・ロンドンのサザク・セントラル選挙区での庶民院員、議員補欠選挙で当選し、当時の庶民議員としては最年少議員となった。その後、 サザクセントラル選挙区は1950年の総選挙の際に選挙区画の変更で廃止され、新設されたバーミンガムステッチフォード選挙区から立候補し、1977年までその議席を確保した。ジェンキンスは1959年に外い物、出版規制を緩和する法律の主要な提案者となり、この法律では刑事訴追を受けるか、あるいは保護されるべき、 文学上の表現であるかという根拠として、秩序を乱し破壊したと認められるという基準を定めている。ヒーリーやクロスランドと同じく、当時労働党党首のヒュー・ゲーツケルトも親しく、また共同提案者にとって、ゲーツケルの死やその後を受けて、ハロルド・ウィルソンが党首となったことは追い風になった。1964年の総選挙で発足した、ウィルソン政権において、 航空担当国務大臣を務めた後、1965年12月22日から1967年11月まで内務大臣を務め、45歳の閣内省は最年少であった。内務大臣在任中にジェンキンスは、労働党政権が1960年代に推し進めた各分野での大幅な改革を担当しており、 例えば離婚に関する法令の緩和や劇場での検閲の廃止、デイビッド・スティールの妊娠中絶の合法化に関する議員立法やレオ・アブジの同性愛差別に関する議員立法について政府として指示した。ウィルソンはピューリタンであるということからこれらの法案についてあまり前向きではなかったため、ジェンキンスが世論の批判に対処し、この中でいわゆる寛容社会こそが 現実において文明化された社会であると主張した。1967年11月にポンド切り下げを実施したジェームズ・キャラハンの公認として1967年から1970年まで財務大臣を務め、増税や歳出削減には躊躇したものの、就任直後には屈強な財務大臣との評価を受けた。ところが1970年の総選挙では、 投票の数日前に発表された月間の貿易統計指数の悪化とジェンキンスの投票日、直前の財務的に中立型の予算に関する発言の結果、労働党は敗北を喫した。ジェンキンスは1970年7月に労働党の副党首に選出されるが、1972年にイギリスの欧州諸共同体加盟の是非を問う。 国民投票に党が支持に回ったことを受けて辞任した。ジェンキンスの党内での立場は、前年に、ヒース保守党政権のイギリスの欧州、諸教同体加盟に関する動きに関して、自らの他に69人の労働党議員を賛成に回したことで批判にさらされていたのである。これによりかつて支持者であったロイ・ハタズリーがジェンキンスから距離を置くようになった。 ジェンキンスの派手な生き方、かつてウィルソンはジェンキンスについて、社会党員にしては、社交的と評しているが、このために労働党とジェンキンスの間に、溝ができてしまったと言える。労働党が政権を脱回するとジェンキンスは1974年から1976年に、かけて、再び内務大臣に任命された。この間、ジェンキンスは議論となっていた北アイルランドのテロ。 防止法を推進し、その中で被疑者の身柄拘束期間の延長や入国拒否命令の権限を定めるなどして、かつての自身の自由主義的な姿勢を弱めた。ジェンキンスは1976年の労働党党首選挙に立候補したが、6人の候補者中、キャラハンとマイケルフットに次ぐ第3位に終わった。ジェンキンスはこの時、 外務大臣の職を求めていたとされているピアニッシも318が実際にはフランソワグザビエ・オルドリの公認となる欧州委員会委員長の指名を受けた。ジェンキン水委員会の主な成果として1977年からの共同体の経済通貨統合であり、1979年には欧州通貨制度が始動し単一通貨ユーロの前身となった。 ジェンキンスは1981年までその職にあり、ブルッセルからイギリスの政治の変化を見つめていた。1979年11月22日、ジェンキンスは毎年の政治や経済に影響した人物が講演する英国国営放送の番組、ティンブルビーレクチャーに登場し、ホームソーツフロムアブロードと題して講演を行い、その中でイギリスが その長らく続く低迷している理由を適応能力の欠如と二大政党制に問題があるとし、それらについて詳細に述べた。さらに重要なものとしてジェンキンスは革新的中道路線を掲げ、新たな政治団体の結成を提唱した。いわゆるギャング・オブ・フォーの一人として、ジェンキンスは1八十一年一月に、 デイビッド・オーウェン、ビル・ロジャーズ、シャーリー・ウィリアムズと共に社会民主党を決闘した。ジェンキンスは1981年のチェシャー州のウォリントン選挙区での補欠選挙で庶民委員議員に復帰することを試み、労働党候補に僅差で敗れたものの、その翌年である1982年に保守党が持っていたグラスゴー・ヒルヘッド選挙区での補欠選挙で勝利した。 1983年の選挙運動中、SDP 自由党連合において首相候補とされていたジェンキンスの扱いについて疑問が投げかけられた。ジェンキンスの選挙運動のスタイルが非効率的であるとされ、自由党党首のデイビッド・スティールが選挙民により近い考え方を持つとされた。ジェンキンスは1982年3月から1983年の 総選挙後まで SDP を率いてきたが、その後任の応援は、ジェンキンスと対立し、ジェンキンスは応援が、受け化して、サッチャー政権の政策を受け入れ、支持したことに失望した。内心ではジェンキンスは、ケインズ経済学を支持していたのである。ジェンキンスは、その後1987年の総選挙で、労働党のジョージ・ギャルウェイに敗れて、議席を失っている。 1987年以降、ジェンキンスは、ウェント州、ポンティプールの一大貴族となり、ジェンキンス・オブ・ヒルヘッド男爵の称号を授けられて、貴族院議員として政界に留まった。また、1987年には、オックスフォード大学の総長に選出されている。1993年、メリット勲章を受賞。1997年までは、貴族院で自由民主党を率いていたが、 その12月に政府任命の投票制度に関する独立委員会の委員長に指名されている。この委員会はジ金水委員会と言われ、イギリスの順位指定投票制を検討した。全金水委員会は1998年10月にイギリス独自の比例代表制を混合させた新たな制度であるオルターナティブボートトップアップを支持する旨を投進したが、この勧告について、 何の行動も取られることはなく、2003年1月5日午前9時、ジェンキンスは心臓発作でよう去った。ジェンキンスは2000年11月に心臓手術を受けており、80回目の誕生祝いは2001年3月7日に延期されていた。ジェンキンスは19の著書を残しており、その中のウィリアム・グラッドストーンの電気は、同年のウィット・ブレッド賞の電気部門賞を受賞しており、 また2001年のウィンストン・チャーチルの電気は非常に高い評価を受けている。ジェンキンスの電気を表したアンドリュー・アドニスはチャーチルの電気を最後まで書き終えていたら、ジェンキンスは心臓手術に耐えられなかったかもしれないとしている。またその死の直前にはジョン・ F ・ケネリの電気に着手しようとしていた。ジェンキンスによる著書、ジェンキンスについての著書、ありがとうございます。